えー、皆さんお疲れ様でした、えー、それでは2018年12月担当式試験の回答速報を行います企業法担当いたしますレクセン人講師の森村です、えー、それでは早速回答をご覧ください、えー、っと、高とか中とか低とか書いてあるのはこれはあの正当可能性でして正当可能性ですから低というのが難しい方ですねで高というのが、えー、優しい方ってことになります では、えー、とりあえず読み上げていきますね。問題一、二、問題二、三、問題三、六、問題四、四、問題五、三、問題六、五、問題七、一、問題八、一、問題九、四、問題十一。問題十一、四、問題十二、二、問題十三、六、問題十四、三、問題十五、五、問題十六、六、問題十七、六、問題十八、二、問題十九、二、問題二十五です。 つつずつ読んでいきますね1から5まで問題1から問題5までですね2364323643で問題6から問題10までが5114151141で問題11から問題15までが4263542635で最後問題16から問題20までが6622566225 66ですね。 で正当可能性につきましてはですねえー、っと正当可能あ一応もうあっち見とおきましょうかえー、っとちょっと早いかな正当可能性につきましてはですね数数えますと正当可能性が高いのが10問ですね中くらいが8問で正当可能性低いと思われるものが2問取材されてますなのでですねえー、っと に書き込んじゃおうかなでえー、っと今んところもう分かってるのがまあ大体例年通りですのでこれまた後であとで担当分析会か何かで詳しく説明しますけども、えー、今んところ分かってるのがですねまあ取材形式は出題数20問で配点5問問題4が4紙で選択肢6紙今まで通りですねで出題分野別の出題数も基本的には同じです。商法が2問 商法総則あるいは会社、まあ、今回は商法でしたけども2問でで括弧に入っていない前回ですね前回の5月担当で金賞法が2問会社法が16問で会社法の内訳も、まあ、手書きになってますけどもで今回のがこの手書きの部分ですねで括弧が前回の5月担当ですねで設立2問株式2問期間6問資金調達2問計算1問、えー、持ち分会社1問 組織さん編にもまあ大体同じですよね。判例が一問丸ごと一問四紙だけ出てました。で会社法執行規則については出てません。で、えー、難易度ですけれども、えー、正当可能性から導くとですね、正当正当可能性が高いのが十問で中くらいが八問で。 低いのが2問ですねで高いのは、えー、10問中10問正解してほしいとで中くらいは、まあ、6問合えばいいかなとでえー、低の方はこれはまあ0でもしょうがないなっていう感じですねそうするとえー、っと高の方で50点ですよねほいでえー、っと中で30点で低が0で,で結局まあ 80点ぐらい欲しいかな？っていうのはどうでしょうかね？まあ、80点、今回行けたんじゃないですかね？で、平均点を予想してみますと。とで、今まではこんな感じだったんですね。平均点で平均点で極端に高かったのが、平成29年の5月担当で、これが52%も正答率があってですね。あ、ごめんなさい。間違えました、えー。その前の年でした。ちょっとごめんね。ちょっとバタバタします。 えと平成28年の12月がこれがあの異例に正答率が高かった年でして60.7%もあったとこれ過去最高に優しかったんですよね。でこの年だけその全体の合格最低点ボーダーが71っていうふうにこう70を超えちゃったっていう企業法優しすぎたんで押し上げちゃったっていう感じですよね。でそれ以外の年っていうのはまあ大体このえーと 50. パ50点何ぐらいっていうのはよくあるんですよ。 でまあこの,この2年っていうのは27年の12月と28年の5月はちょっと難しかったとでまあ前回48.9だったんですけど今回は相当優しいと思うんですよ。過去2番目ぐらいに優しいんじゃないかと。 まあ、腰だめの数字ですけども、まあ、55%ぐらいあるんじゃないかと思いますで、まあ、毎年言うことですけども企業法が優しかろうがですね難しかろうが、まあ、でこの程度の優しさだったらボーダーを押し上げるってとこまではいかないと思うんですよだからあんまりこう全体のその合格点には関係ないっていうふうには思いますではえー、っとちょっと気になる問題見ておきましょうかえー、っと正当可能性の低いものからいくつか選んで え気になる足を見ておきましょう、はい、ではまず問題1からですねこれぐらいでいいですかねもう一回ちょっとピント合わせますね、えー、問題1は総則の問題で正当可能性はまあ低いってしました、えー、あの足は特に問題ないと思いますが「い」の足ですね営業を譲り受けた商人が 営業譲渡した商人の行為によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたことにより譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合は譲り受け人の責任は当該広告があった日後2年以内に請求または請求の予告をしない債権者に対してはその期間を経過した時に消滅するってなってますけどこれ、えー、譲りは受け人の責任じゃなくて消滅するのは譲り渡し人の責任ですよね。 18条2項ですね18条2項、えー、これだなかなか問題1でいきなりこれだとちょっとこう、うん、あの注意力を欠いてるとですね間違っちゃうとこですね。で卯の足、えー、物品の賃貸を目的とする店舗の使用人は、えー、当該使用人に対して商人が権限を与えて,与えていないことにつき相手方が悪意であった場合を除きその店舗にある 商品の賃貸をする権限を有するものとみなされる販売だったら、これもう,う。間違いなく、皆さん正解すると思うんですよえ。賃貸はどうだったかなと。で、実はこれ二十六条あ。商法ですね。十八条二項も、えー、二十六条も商法なんですけども。商法に規定があるんですよ。で、そこ見てみると、販売、賃貸、その他。これらに類する行為っていうふうに書いてあるんですよね。だから、その販売のほかに、賃貸も含むっていうことなので、これは。 えー、賃貸というのもこれ合ってるんですよね。だからイがバツでウが丸と。で当然まあアは丸ですわね。それでエはバツっていうことなのでアウ、えー、で二、えー、の足が正解肢ってことになります。ちょっとこういきなりだと嫌な問題でしたね。で次問題にも見ときましょう。 えー、商行為に関する問題ですとでこれはまあ右の足だけですよね右の足が罰だっていうところだけ、えー、だと思います難しいのは難しくもないですかね特命組合契約は特命組合員と営業者との間に特約がない限り当該特命組合員の死亡によって終了しないんですよねどうなるかっていうとその地位が相続されるんですよね特命組合員って金出してるだけですからねまあ、言ってみれば株主みたいなもんですから 親が持っている株式親が死んだら子供が相続っていうのと同じで匿名組合員の地位も相続されるとだからこれ営業者の場合はね営業者の場合はその能力を買われている人ですから営業者が死んじゃったらそれは匿名組合契約は消滅しちゃいますけどねっていうそういう話ですよねあとはまあ,あの特に「あ」が「まる「い」が「×」「え」が「まる」っていうのはそんなに問題ないと思います、はい、では次問題5 問題5ですね株式に関する問題でこれは「右の足ですよね「右の足が読んできますと株式会社が株主の権利の行使に関しその子会社の計算において財産上の利益を供与した時は当該利益の供与をすることに関与した取締役この関与した取締役っていうのはだから親会社の方の取締役ってことですねその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しない限り当該子会社に対して連帯して供与した利益の価格に相当する額を支払う義務をこれは 子会社に対して連帯してじゃなくて、当該株式会社に対しては連帯するんですよ。120条4項ってとこに120条4項ってどこに規定があります。まあ,あのだから子会社についてはその親会社の取締役りが連帯しないんですけども、これ一見して読んで、ちょっと変な文章だなっていうので、えー、まあ罰はなんとかつくんじゃないかというふうには思います。では次、次問題9ですね。判例です。判例これ、ちょっと細かい判例出てましたね。 問題9、えー、で株式が株主総会に関する次の記述の,のうち最高裁判所の判例に照らして判例の趣旨に照らしてですね正しいものの組み合わせを選びなさいと。であの足、えー、公開会社でない取締役会設置会社において取締役会の決議のほかこのほかっていうのがこれ、えー、大事なとこですよねこのほか。 株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは無効であるかっていうとこれは有効でしたよね。取締役会の権限この選定会食権大統領の選定会食権を取締役会から奪って株主総会には持ってこれないですよね。それは駄目なんですけどもえこれはあの他ですから付加して付加して取締役会に置いたままで選定会食権を置いたままで。 株主総会にプラスして選定会食権を与えるというのは認められると。これは論文の論点ですよね。当連でよく出すとこですね。これ論文でそのまま今年出てもおかしくないっていうようなそんな足です。次の足、ある株主に対する招集通知の欠如は全ての株主に対する関係において取締役の職務上の義務違反を構成する。そうですよね。これはあのまあ、決議取り消し自由になるかっていうか、決議取り消しの訴えの提訴権者。 で論点であのこれも論文で出ると思うんですけどもあれ株主等ってなってたでしょで株主等ってなってたので A は招集通じ受けてないけど B は受けてるとでもその B もですね決議取り消しの訴えを提起することができると、まあ、それと同じ理屈ですよね。だからイの足は正しいと で宇野橋役員選任の株主総会決議取り消しの訴えが継続中当該決議に基づいて選任された取締役ら役員が全て任期満了により退任しまあ、だから言ってみりゃそこでで問題解決しちゃったわけですねその後の株主総会の決議によって取締役ら役員が新たに選任された場合には特段の事情のない限り当該取り消しの訴えは実益を失い訴えの利益を確認いたる。ここれれははそのの通りななんんですけどもこれだってて訴えの利益なんていう話は 民事訴訟法の問題なんですよねまあ、これ出すのどうかなとも思うんですけどまあ正しいは正しいですまあ、そういう意味でちょっと難しいですねあんまりやらない判例ですもんね栄のし株主総会決議は定款に別の定めがない限り議案に対する賛成の議決件数が決議の成立に必要な数に達したことを明白にするため挙手規律投票等の採決の手続きを取らなければならない これはねなんとなく取らなきゃいけないように思えるかもしれませんけどこれも実は論文の論点なんですけどもあのそういうことをしなくても分かればいいとだから例えばもうその大口の株主、まあ、過半数持ってるその大口の株主が出席しててでその人がもう賛成だってことが分かってるというのであればもうそれでその賛成ですっていうのをその人に確認すれば挙手とかですね全員の規律とかその投票とかですねそういった えー、明確な意思表示をしてもらわなくてもそれでいいっていうそういうような、えー、判例が出てます。これ今年のロングレトーレンに実はあ,あんまりそういうことも言えないですね、えー、まあ論文の論点でもあります。では12問問題12えー、っとこれは、えー、役員等の責任の免除ですねしかも株主総会の特別決議による免除井の足ですよね。 これがえと平成26年の改正点で株式会社に最終完全親会社等があり取締役の任務受けたい責任が特定責任であるときは同責任は最終完全親会社等の株主総会の特別決議による一部免除の対象とならないかというところはなりますよね。両会社のえ特別決議があれば免除することができますのでこの足は誤っているということですねあとは特に問題ないですね。 で次に15番問題15これはあいうの足がちょっと注意ですよねまあ担当でも講義でしっかりやるとこですけどもあの足持ち分会社の業務を執行する社員は当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければ当該持ち分会社の事業と同種の事業を目的とする株式会社の取締役となることができない。これは過半数じゃ 足りないんですよね当該社員以外全員の承認を受けなければいけないとでこれはまあ覚え方として「あのい」いがまあこれ今から見るようにこれが丸なんですけどもこことそのしっかりと区別して覚えてねっていう、えー、お話は講義でもしてますけれどもまあ覚え方としましてはこれ持ち分会社ですから、えー、んでこの協業取引 の規制ですので持ち分会社の場合にはその株式会社と違って企業結合の必要性が小さいとだから同業他社が実は、えー、その協力関係にある会社で、えー、でそれで両社の取締役を兼ねなきゃいけないとか業務執行社員を兼ねなきゃいけないっていうことがまあ、あんまりなかろうっていうんでそこでこの場合はまあ全員の承諾を要求して問題ないじゃないかとでこれに対していいのはし持ち分会社の業務を執行する社員が事故または第三者のために 当該持ち分会社ととと取取引引をしよようすすするきででから利益相反取引ですよね当該社員以外の社員の関数の承認を受けなければならない関、まあ、数の承認で足りるってことですけどもこれはまあ要するにイメージとすれば会社の売れ残りの商品を取り、ま、取締役に押し付けるとそれを処分するわけですからそういう会社の利益もあって必要性もあって関数の承認で足りるっていうそういうまあイメージでいいと思います。 の足持ち分会社の支配人の選任および会員は、総社員の同意を持って決定する、これはあの業務執行社員を定めたときでも、総社員の過半数ですよね、総社員の過半数で決定するということになってますので、この足は誤っているということですね、ちょっとこれ、難しいっちゃ難しいですね。では次、問題16。問題16は、絵の足ですね。 えー、社債権者集会の決議によって代表社債権者を選任するには議決権者の議決権の総額の5分の1以上でかつ出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の,の同意がなければならないこれはあの条文そのままなんですよ724条2項2百二十四条二項二号なんですけどもちょっとこういう数字が出てくるとちょっと嫌な感じはしますよね、えーはい、ではもうちょっといきましょう第17問。 組織再編でですすねちょっと細かいですあの足2以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には当該2以上の株式会社は株式移転契約を締結しなければならないこれは契約じゃなくて計画だっていうことですよね。で井の足新設分割に際して分割対価のすべてを金銭とすることができるかっていうとこれは新設型ですので少なくとも1株以上は株式発行しないと、えー、その 新しい会社ですよね新設分割設立会社が設立できなくなっちゃいますからね。でこの足吸九州合併の存続会社において反対株主による株式買取請求にかかる株式の買い取りの効力が生ずるのは、えー、当該九州合併の効力発生日であるこれ平成26年の改正でそうなったんですよね。そそれまででではあの株式と交交換換して交換する形形同時履行の形で、えー、っとその あれですよね、効力が発生するとだから代金払わなきゃいけないっていうことになってたんですけどそうなるといろいろとあの、えー、利息の発生とかですね剰余金のが配当しなきゃ、まあ、細かい話はいいですねそういうようなことがあってこの形になりましたと、うん、九州合併の効力発生日ってことにしたわけですね、まあ、これぐらいでいいでしょう n の社は特に問題ないので、えー、これは問題ないですね。 はい、では最後に問題18見ておきましょうこれはちょっと難しいと思うんですよ、えー、会社の組織に関する訴えにかかる請求を任用したと任用したわけですから、えー、まあどうなるかっていうことですけどあの足株式移転の無効の訴えにかかる請求を任用する判決が確定したことは、えー、株式移転設立完全親会社の生産の開始原因となる。 これはなるんですよね。で、実は名分の規定がありまして、名分の規定、ええ、四百七十五条三号っていうところに規定があるんですよ。ちょっと書いときましょうか。四百七十五条三号。四百七十五条。で、同じく名分の規定があるのが右の足でして、これは六百四十四条三号に規定があるんです。 だから右の足読んでみますと持ち分会社の設立の取り消しにかかる請求を任用する判決が確定したことは当該持ち分会社の生産の開始原因となると、まあ、要するに生産の開始原因ってことはそれまでにその判決確定までになされた契約等について後始末をしなきゃいけないっていうんで生産するってことになります。じゃあののの足エの足は、えー、生産の開始原因ととなならないと 生産しなくて大丈夫なのってことですけども実は井上氏新設分割の向こうの訴えにかかる請求を認用する判決が確定したことは新設分割設立株式会社の生産の開始原因とはならないどうなるんだというとそれは関係会社が連帯して弁済する責任を負うという形で処理されることになります843条1項4号ですね 同じく N 足新設合併の無効の訴えにかかる請求を認用する判決が確定したことは新設合併設立株式会社の生産の開始原因となるこれも同じ理屈で関係会社が連帯責任を負うことで処理されるので生産開始原因にはならないということなんですよね。ちょっと細かいっていうかこれはちょっとさすがにこの条文まできっちりと。 抑えられてた方は少ないんじゃないかと思います。はい、ということで、最後にもう一度回答を見ていただいて、えー。今日はこれで終わりにしましょう。回答よろしいですかね。二三六四三。五一一四一。四二六三五六六二二五と。いうことです。 はい、それではこれで企業フォアを終わります。どうもお疲れ様でした。